はい、見せたい店主のさしこちゃんです。今日は後継歯科のこけし店が近いということで店主がさしてます。どうぞ。だるまのこけしと編み物っていう、編み物、編み物って こっちの子供の柄がある編み、これ編み物って言っちゃね、うん、編みの模様で編み物っていう柄を刺してみました。なまったのかなと思った。なまったわけじゃないね。編み物って言いたくて編み物って言ったわけじゃないじゃない。なまったんじゃなくて編み物っていう模様とこけし。これ、はい、じゃあ糸の種類。ですね。ほう。どうした？周りは。周り。エメラルド。これですね。周りの外側の外側はこのエメラルドですね。好きエメラルド。はい。中は水色。そして来た、うん、何ですか？ここが、はい、コーン、はい、ではここはコーン、こけしさんの皮コーン、外側はエメラルド、はい、ででここは、はい、津軽工房社さんのメデルの色です。ちょっと細かく分けて ここは津軽工房社さんのメデル、ね、で中が水色、ちょっといろいろもうあるやつが、じゃあ並べてみましょう。これ津軽工房社さんの糸で、この中身は塗ってますと。ここはまた違う色、ね、ここだけこの色、ここだけ、うん、ここ違うと細かく分かれてんだ。あ、本当、全然分かんなかった。あ、でも違うね。ちょっとこっちの方が紫寄りの紫で、こっちは赤寄りだね、はい、あ、まあ赤だよね、ちょっと重めのね。これがここか。で中身が水色はないね、今はちょっとないね。ちょっと分かりました。細かい、いやいや、いいんですよ。細かく、なんかちょっとここがね、分かるかな。この色とこの色がね、違うそうです。分かんない。カメラ上で今。違うそうです。こっちが紫より。で、これ、この津軽工房社さんのこれがどっちって言ったっけ？こっちって言ったっけ？こっち。あ、上。上がこれらしいです。で、この下は、これも津軽工房社さん、はい、下も、はい、上と下はメデルらしいです。はい、はい、ほう、すごい。で今コーンを刺してます。今コーン色も刺してると。じゃあコーンがで、これをなんかこう、何、こけし店の時に飾ろうと思って、うん、ああ、こけし店ね、こけし家のこけし店がね始まりますので、それに向けて今絶賛刺し子頑張ってますっていうことですね。はい、はい、じゃあ後ろ見てみます。あら、顔がない。あ、顔がない。なんかうっすら笑ってる感じがするけど、これもね、裏は顔がない感じで刺してるということですね。そうですね。編み物だね。ちょっと調べてみようかね。これには書いてある。書いてある。あ、ちょっと見せて。あ、これ洗ってるんだ。それ洗ったから。ああ、今ちょっとコーンも刺してますが、あ、これね、こけしと編み物。本当だね、編み物って書いてるね。の今コーンを刺してるけど、まあこれまだ終わってからの楽しみっていうことで、はい、ってことですね。すごい。こうやってたんですね、こういうのもね。はい、じゃあ今日はこけし店が始まりますということで、店主が何と編み物だっけ、こけし、あ、そうだね、こけしと編み物の紹介になりました。ぜひ刺してみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。